梶圭介、16歳です。へー、私たちおじさまが良かったんだけどな。でもいっか、エッチしたいし。あれ、エミちゃん、エリカちゃん、ブチ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 。こんにちは、アリスです。都内の私立高校に通っています。欲しいものがあるのでプレゼントしてくれる方、明日の夕方渋谷で待ってます。身長は168センチ、髪は茶髪ロング。お礼はエッチでしかできないけど、どんなプレイでも OK です。すげー、何でも OK。 ロン毛で16%、モデル系かな。やあ、諸君、元気にやってるかね。シカシカ。うおぉ、ケイスケ、どうしたよそれ。親父の携帯ガンできた。あれ、やるな、ブレモノ。いいから、ちょっと見せてみ。悪用するつもりだろ、てめえ。諸君らはそういう目で我が輩を見ていたなりか。クワバラ、回り込め。おっと、悪い、大丈夫か。あの、こいつらが悪いんだよ、無茶しやがって。これ、サジ君の。あ、親父の。やっぱいいよな、ちっこくてさ。男嫌いってマジかな。でもよ、売りしてるって噂もあるんだぜ。ゲロマジ。小泉明は男子生徒に人気が高い。各位俺にとっても夜のあれへのご出演回数はぶっちぎりのトップである。しかしこの小さな美少女には家庭環境を含め多くの謎に包まれている。等身大の小泉明を知る者は誰もいない。夕方渋谷で待っています。身長は168センチ、髪は茶髪のロングか。バカみてえ。俺、あ、アリスです。どんなプレイも OK よ。間違いねえ、あの子だ。でも、なんであんな子が親父相手に。君、アリスちゃん。違います。あれ、ごめんなさい。よ、お待たせ、うん、もう、キレすん。なんか今日親父たちおかしいよ。ナンパかよ、お前理系だしな。違う、あの声じゃない。小泉。あれ、サジ君なんでここにいるの。小泉こそどうしてだよ。人間ウォッチングかな。さっきの子、親父たちにアリスアリスって声かけられてかわいそう。あれ、この声、若い子の体期待しちゃってさ、バカばっかり。アリスなんているわけないのに。小泉、それってお前じゃん。アリスはお前じゃん。違ったらごめん。あれ、ちょっと何。これ買ってよ、サジ君。いいけど、でもこれってイミテーションだろ。これがいいんだ。あ、ディスリングバイビト。3000円よ。おい、待てよ。約束だったよね。だから、アリスになってあげる。あの、小泉？アリスは嘘なんかつかない。